遠方からようこそお越しくださいました。五代目近江連合会長の郷田仁と申します。桐生四代目の噂は金がねえ。ご丁寧な挨拶痛み入ります。東条会四代目桐生一馬です。堅苦しい挨拶は終わりにして近江連合の執行部を紹介しましょう。私の横におるんが総本部長の高島です。本部長をやった寺田の後任となります。よろしくお願いします。寺田の。ええ、寺田。いや、東条会五代目とは兄弟分でした。この度は誠に残念でした。次に。ちょっと待った。おい、そこのあんた、今なんて言った？残念だと。何寝ぼけたこと言ってんだ。お前らがやったんだろうが。寺田を殺したのは確かに近江の系列です。ですが本家の命令ではありません。ふざけんな。そんな言い逃れが通用するか。ギャーギャー騒ぐなや兄ちゃん。ああ、ええか、こういう会合には格っちゅうもんがあるにゃ。兄ちゃんみたいな人間が来るとこちゃうんや。ええ、せやろ、東条の四代目藩。やめろ戦国、失礼だろ。すみません、こちらが無礼をいたしました。寺田の一件に関してはほんまに申し訳ない。上座からですがお詫び申し上げます。ちょっと待った、謝る必要なんてあらへん。もともと寺田はうちの人間やったんや。組織を裏切った人間、夜行が二王がこっちの勝手でしてる。戦国、臭い芝居はやめろ。はぁ、あんたら全員本当に悪いと思ってんのか。ええ、五田さんよ、あんた一年前寺田の背後で政治家の神宮とつるんで東条会乗っ取ろうとしたじゃねえか。知らねえとは言わせねえぞ。確かに。ですがあれは私や執行部の仕業ではありまへん。なんだと？今さら何言ってんだ。桐生さん、道島さん、郷田の口からは申し上げにくい話なので私の方から説明いたします。実は1年前の神宮との件は直参合流会会長が独断で行ったことなんです。何？龍二が。龍二をご存知でしたか。彼は親父の実子です。親の心こしらずとはこのことで、奴は近江の大門を使って勝手な行動を次々、寺田襲撃を実行したのも合流会によるものかと思います。では龍二が寺田殺しを命令したと。おそらくは。アホらしい、やっとらよ戦国。まああとは勝手にやっとくんなあれ。寺田の公伝が必要やったら声かけてくださいや。10億でも20億でも用意しますさかい。ほな。合流会は蒼天堀のあたりで派手にやったせやな。あれは韓国の連中が勝手に跳ねただけ。ほう、今まで散々やつら作って大騒ぎしとったやないか。まあほとんどが空騒ぎで終わっとるがな。喧嘩売っとんのか。挑発に乗るな。お前も少しは大人になったぬ。せやけど近江連合の跡目はもうわしのもんや。うり。
こいつ使うて、キリュウの首取るで。お前らしい作戦だな、戦後。キリュウっちゅうやつ、半端なことやたぶらんらしいからの。勝手にせえ。わしはわしのやり方で、登場会とキリュウやるだけじゃ。よっしゃ、ほな一丁派手に、近江の後目合戦と行こうやないか。さすがやな。ようここまでたどり着いたわ。戦国。まあまあて。はるか。はるかを離せ。そないなでかい声出されたら、わしのペットが目覚ましてしまうやないか。こいつら腹すかしとっての。悪いけど、餌になったりや。骨まで噛み砕いとるや。うわりゃ、バケモンかい。はるか、返せ。リュウジ、何しとるんや、お前。このおっさんの遊びに付き合わされて、ほんまご苦労やったな。こらまたんかい。何のまねや。わしも目的のためなら何でもする男や。せやけど、ガキを人質に取るんは趣味に合わん。親の七光のくせしよって何言っとるんじゃ。黙れやボケ。